令和5年、今年初めての超初心者用監視講座。年末、ほうきくんが監視を勉強しているノートを見た。間違いはとても大きかったが、熱心に勉強しようとしている心は見えた。それでよい。心がなければ勉強はできない。心があれば勉強ができる。ほうきくんは一生懸命、間違いは多かったが勉強していた。勉強している心があれば、勉強する心があれば伸びる。したがって年末、先生はほうきくんのノートに100点満点で80点をつける。あと20点はもっと努力して注意深く先生の講義を聞いて性格を期すことである。さて、新春最初の講義を始める。新春だから正月の監視を特に解説する。まずノートに取ってほしい。この詩は当院の詩である。第一句目の下三字、黒丸白丸白丸。この時は第一句の最後の風で当院の詩となっている。下の文字の研究、これ方法と読む。方は大体よもぎという意味である。訓読みはよもぎであるが、音読みはほうと読む。方法と重なって方法と読む。方法というのはそこに書いているように湧き上がるというような意味である。それからそのすずりのとこ、紫のすずりと先生はしているが、小さなすずみでも冷えたすずみでもよい。それからだからこの詩は試験ということにしているが、小犬でも霊犬でもよい。紫というのは世界中どこでも高貴な色と昔はされた。なぜ高貴な色か。紫色を取るのが非常に技術的に困難だったので貴重品であった。だから身分の高い人だけが使った。平民は紫はない、使わない。この試験というのはまあこれも紫がかった貴重なすずりと呼んでもいいし、
小犬の場合は、まあ、小さなすずり。霊犬の場合は、まあ、冷えたすずり。まあ、冷えたすずりのは何やいた。まあ、気候の関係で冷たいな。もう普段から石だから冷たいけれど。そういうふうな意味である。その次の、随愛春風と書いている。これは、次の詩で説明してもよいが、随は、まあ、おめでたいという。愛は、まあ、霧とかもやの意味。その次は、春、春。その次は、風。これは、2000年以上前の字を持って、随愛春風と書いている。今の字ではないから、まあ、大抵万人のうち一人も読めない。その右に随愛春風とまた書いているが、これは、まあ、古い漢字なんで、もうちょっと読める人は読めるけれど、まあ、今の時代、あまり読める人はいない。難しいである。ところで、詩の解説に移る。万里、渓風、渡り。新春、随気込む。キンキンとして。まあ、としてがあってもなかったもいい。キンキン、試験を清め。筆を振れば、気方々。これは新春の歌である。万里、渓風、軽やかな風。これは大体春の風である。1月は春である。旧暦では。新暦では、まあ春とは言えないな。現代暦では。旧暦は今は使わない。あるいは使う人が少ない。特殊な人だけが使う。万里、どこもここも、至るところ。軽やかな風が渡りということは、ずーっと吹いていくことを渡りという。新春。まあ、新しい春がまあ今と同じやな。随気、随はおめでたい。という気、まあ空気というでもいいし、気配が込む、いっぱいであるということね。キンキン、またはキンキンとして、これは喜ぶという字を二つ。重ねて意味を強めている。キンキン、喜びさんで言うことやな。試験を清め、紫のすずりを清め、いうのはまあ、ほんまは持つことあと清めているから、改めて清める必要もないと思うんだけれども、まあ、誇りを払うて水を入れて清めという意味である。筆を振るえば、これ、手辺に軍と書いて振るうと読む。筆を振るえば、あいた、筆でバババッと書けばいうこと。気、方々。これ気やな。心やな。が、方々、湧き上がってくる。と、
いうような新春の歌である。かなり直訳したが、訳してもうズバッと大きく取ったらよい。あんまりこういうふうな詩というようなものは細かいことにこだわる必要はない。次、まず写してください。随愛春風あまねく、乾坤芸祭の時。これ送り仮名とレセンを書いていない。今書く。今書いてない。衰えたりといえどもと書いてる。これ難しい。まあ千人に一人分からん。何千人に一人ぐらいしか分かる人間、読める人間いない。衰えたりといえども難しい字やな。年90。既婚。また、何ぞ疑わん。これも難しいな。これは、第2句の最後の時言うとで、死の因が決まっている。死因である。大変よいうのは自分で大変よかったなと、よく読めたなという感想をその時の書いてる。さあ、そこで、弱いという字も、今と昔ではこう違う。強いという字でも今と昔ではこう違う。ここに書いていないが、この才という字も今と昔ではこのように違う。これちょっと今書くけど、みんな勉強しといてほしいと思う。これ勉強しとったらキリがないな。それほど勉強は難しい。努力せんといかん。今ちょっと、まあこれ皆さんに見せるためのノートではなかったんで、先生小さいことは書いていない。その時、思いついたことが書いてある。今書いた。この、歳でもな。これ、ここに今、歳というのを書いてるけど、こっちはもうちょっと詳しく書いてない。歳。
これは今の才と昔の才の違い、ここに書いてるな、どこかな、ここや、これこれこれな、才、才、才と書いてる。下の方が昔の才である。そういうふうに、微妙に違う。この才のこの部分注意してね。才のこの部分、まあ矢印書いておいて、これ矢印書いておいて、これ注意してね。これ年90でも80でも良いんだが、私が90だから90と呼んだ。この弱いなんかもほんのちょっとした違いやけど、分かってる人少ない。強いもの、今は弱いはこう書く、強いはこう書く、昔は弱いはこう書く、強いはこう書く。才なんかでも違うな。それからこれ大変大変難しい、なんぞと書いてる。まあね、読める人千人に一人いない、1万人に1人いないかもわからん。なんぞ、何をか、いずれ何とかいうふうな意味である。この既婚なんかはまあな、優しいけど、まあ何百人一人がわからんかもわからん。まあそんな話は別として、詩の解説に移る。随愛春風あまねく、乾坤芸祭の時、衰えたりといえども、年90、私90、今年。既婚、また、何ぞ疑う。これ、またと読む。今ちょっと読み仮名打っといてあげるね。はい。今読み仮名打ったよ。これ、またと読む。これ、またと読む。随愛。これは随はおめでたい。霧とか燃えのたらえる愛という。随愛。これも難しいな。ちょっと書いておいてあげような。はい。今ここへ書いておいた。随愛。春風あまねく、このあまねくいうのも非常に難しい。あまねくというのはそこら行き渡っているという意味である。これはあまねく書いておいた。今ここに書いておいたな。あまねく、随愛春、春風あまねく、なしおめでたい霧が出て、春風あまねく、春の風はそこら辺ずーっと吹いてる。乾坤、乾坤や天地、芸祭の時、
新しい年を迎える時、衰えたりといえども、年90、これ僕のこと、既婚、また何度疑う、俺のやる気、またどうして疑おうかを疑うことはない、という意味である。これは意気高らかに、新年90やけど俺頑張るぞ、負けんぞ、というふうな歌である。年賀状にも書いておいた、飛翔、空を飛ぶことやな、我卒寿、これ90、我飛翔、我飛翔すと書いておいた、我大空を駆けん、まあ年賀状にもそう書いておいた、まあ、大体同じようなこと言うている。90やけど頑張るぞ、空を飛んだるぞ、と言うている。それが私の年賀状であり、またここで俺のリアル気疑うべくもないというのが私の正月の新年の詩である。まあ何を言うかや年寄りだと思うとは思ってもいいけど、そういうやつほど90になったくたばっと、90になったら頑張るんだ、今までと違う頑張りをします、それが大切だと私は思う。以上、新年の監視講座終わり。